見事なビビりでしたね。全然余裕でしたね。さあ、で、こっからも公園に入れるみたいね。で、ついでに、車止めれそうな場所も探しときましょう。中ちらっと見てきましょうか。広いのかな、ここの公園は。おお、蝶々も飛んでる。へえ、結構立派な橋とかもあるし、あ、面白い。へえ。あ、結構ぐるぐる渡れるようになってるんですね。あんな橋なんかもありますし、ほら立派ですね。ぐるーっと。この時に絶対に立ちない。あ、この子は周知ってことですね。で、なんでこんなくるくる、なんでわざわざこんなくるくるに作ったのに。で、あ、結構公園がずらーっと広がってるんだ。ジョギングや散歩とかいろいろできるようになってるみたいですね。広いですね。あ、これが、これ確かにちょっと歩いてくるには大変ですね。これが愛染橋ですね。あ、なるほどなるほど。これ渡るといいみたいですよ。はい、カップルで渡るといいらしいですよ。で、先登っていくと、まだ高台になってるって感じなのかな。これ以上行くとまた戻ってくるの大変なんで。よっしゃ。よしよし、愛染橋の紹介もできましたね。で、この先も、ちょっといろいろと道回れるようになってるのかな。ちょっと見ていきましょうか。どうしても、花壇みたいになってたのかな。あ、で、トイレとか、管理棟みたいなところがあって、あ、今日も暑いわ。あ、でもこっちの方にもいろいろとあるんですね。あ、すごいでかいカニなんかもある。結構見どころ十分ですね。これは普段水が張ってあるのかな。そんな感じですよね。でかい金だ。あ、中には入れないみたいですけど、すごい大きいですね。へー。あ、で、こっちが広場になってんだ。へー。これは実際に鳴らしたら相当すごい音鳴りそうですね。多分低い音でしょうね。ボーンって感じと、すごいいっぱい振り物もしたり、立派な、これ私の背丈より大きいんじゃない？いや、全然でかいわ。俺の背丈以上に全然でかい。2メートル以上ありそうですね。すごいですね。で、これは、伝説によると妊婦の方が、あの、ゾウの周りをくるくると回ると安産になるらしいですよ。それで石臼の形にした。すごいですね。あ、写真も伸びた。
応確認したら600メートルぐらい行ったところにタイムスの駐車場があるみたいなんで、そこ行ってみようと思います。駅からはちょっと離れてるな。この前の大久保よりもさらにちょっと離れちゃってますけど、まあまあそこから歩いて行ける距離ではないですからね。そこから行ってみようと思います。へえ、あのちょうど昨日の撮影で工事しとったみたいありまして、あの先にあるらしいですわ。へえ、あんなとこにあるんだ。行ってみましょうか。200円らしいですよ、1日。安いですね。じゃあ行ってみましょう。今の道沿いに行ったらいいみたいです。結構、家族連れの方が遊びに来られてますね。まあ、いるじゃない、あの、いかにもね、フリスピーをね、持ったお子さんが、今からフリスピーを芝生で投げるぞと、投げて遊ぶぞと、ね、楽しみにしながら、たらばがーっと走ってきましたんでね。いや、いいですね。そういう有効活用されてるといいですね。いや、この先行ったところにあるらしいですよ。ここでいいのかな。へえ。あ、団地見えてきた。この後、あ、あるわあるわ、タイムスの駐車場が。へえ、こんなとこ。なんでこんなとこ作ったんでしょうね。あ、安いよ、220円。本当、なんでこんなとこに作ったんだろう。で、1時間あたりいくらとか全くなしで、とにかく220円なんですね、24時間。観音から乗ってきたいと思いますよ。名前になりだ。メモリー使いすぎてね。なんともう1時間切っちゃってるんですよね。